皆さんこんにちは。非常識な教室経営コンサルタント高橋かくです。本日のテーマは教室売上アップの早道は集客力よりも制約力ということについてお話ししていきたいと思います。えー、教室の先生っていうのが皆さん集客ができない集客ができないということで、まあ、集客力をアップするためのことを一生懸命勉強もするし 頑張るんですよですけれどもあの実際に売上げに直結する大きなインパクトっていうのはどこにあるかっていうとどちらかっていうと制約力の方にありますで今日はあの事例とかも含めながらあとまあ制約力を高めるためにはどうしたらいいのかっていう具体的な事例も含めてですねお伝えしていきたいというのが今日のテーマになります。 ととといいいうことで本題に入りたいと思います、えー、とまずですね、あのー、なぜ集客力よりも制約力の方が大事なのかっていうことをあの具体的に分かりやすくお伝えしたいと思います。えー、とまずですね、あのー、バケツ、想像してもらったら分かると思うんですけれども、バケツですね、まあ、あれ、普通にバケツとしてちゃんと機能していれば水たまりますよね。だけれども 穴が開いててしかもその穴がいっぱい開いていたら水をいくら入れても水なかなかたまらないまあ穴1個ぐらいだったらまだたまるかもしれないですけどしかも上の方の穴だったら下の方にもし穴が開いていたらほとんど水たまらないですよねこれは多分想像できると思うんですよだけれどもこれ集客と制約とほぼ似たような状態で、えー、集客っていうのは水をいっぱい入れている状態です制約っていうのは 穴が開いてるか開いてないいいかななんですよね穴が開いていなければ水ちゃんと溜まって、まあ、そこからちゃんと水を落として組み出せるじゃないですかだけど穴が開いてたらそもそも溜まらないで全部だだ流れに流れていっちゃうんですよねでこの原理を、えー、と分かっておらず集客ばかり一生懸命頑張ってる先生って多いんですよ何割以上だろう 8割以上そんな感じがしてますね私面談して聞いているところで言うとあの。制約力っていうことに対しての認知が低いっていうかあの気が回ってないっていうかですねそういう部分が多いと思うんですよ。順番っていうのがあってですねただじゃあ,あお客さん集まっていないのに制約力もないじゃないかっていう話とかもあるんですけれども確かに。 あるる程度の人数は必要になるんですよだけれどもその人数を集めた時に結局お客様要はお金を払ってくださる方に転換するかしないかっていうのはもともと集めているお客様の質、まあ、質っていうのがそのお客様を寝踏みするっていう意味じゃなくてあなたのサービスを喜んで買ってくれるタイプの相性のいい人なのかっていう意味の質です。 その質が合ってるかどうかっていうのがまず一つとさらに例えば面談とかそういう機会があるとしたらその人の個々に持ってる悩みに対して自分のサービスがどういうふうに役に立つことができるかっていうのをきちんと伝えることができるかどうかこのポイントが結構あるんですよね。で皆さんが頑張るのは主に集客の部分です。でこれ頑張りすぎると 制約率が下がっていくんですよ頑張りすぎるとですよ要はどういうことかっていうと人数集めることに薬気になるとあなたのサービスを欲しがらないであろう薄いタイプの関係性しか気づけないタイプの人も無理やり集めちゃうことになっちゃうんですよねで、そういう人に自分のサービスを案内してもそもそも興味がないわけですから決まるわけがないんですよ決まるわけがないのに こちらは売り込もうとして例えば必死に言っったととすすするじゃなないいいいででかかここのギャップで全部決ままて,いかないっていうことがあり得ますそうすると、まあ、マインド的にですよタフなマインドを持ってる方はまあいいんでしょうけど大概案内,案内しても案内してもまず決まらないっていう現象に陥ると私のサービスなんて私のサービスなんてって言ってだんだん落ち込んでいって負のスパイラルに入ってで最悪なケースは。 自分が紹介している相手を間違えているだけなのに商品そのものが悪い商品サービスが悪いと思って全面改築しちゃうことですね実はそれ相手買えれば売れるっていう商品もあったりするんですよだからここの見極めをするためにもまずあの制約力っていうのが必要ですよということを認知理解してほしいんですよ。 効率的に言うと例えばたった1人しか集客できなかったとしてもたった1人の人が制約すれば、まあ、率ってい言い方はこれはあまりよくないかもしれないですけどね1対1ですから100%なわけですよ。100人集まってこれ100っていう手がないからあれなんですけど100人集まって1人しか決まらなかったら制約率1%なんですよね。ということは。 10人,人が欲しかったら100%の力があれば10人でいいんですよね。だけれども10人欲しかったら1%の力しか持ってない人は1000人必要になるんですよ。ここは結構、ね、大事なんですだから集客力を磨くのもまあ大事なんですけどそれよりもバケツの穴を塞ぐという。 制約力を上げることの方が、売上には直結するインパクトが強いということになります。じ昨今、特に、あのー、まあ三千円とか五千円の。ワンレッスン、単発ワンレッスンというのは、まあ、まだ。そこまで制約力っていうのは。 まあ問われる部分じゃないんですけど同じたった1人のインパクトだったとしてもそれが30万円の商品とか50万円の商品とか場合によって100万円の商品だったとしたらどうでしょう1か0かって言ったら100万か0円かなんですよね。で当然ながら値段が上がれば高難易度の制約力が必要になります。 3000のお客様を決める場合と100万円のお客様を決める場合には話していく内容とか接客対応もちろん商品の内容もそうなんですけどすべて変わってきますなのでその相手をどのように集めるかっていうところの制約に直結した集客力ということと実際に来た方とお話をしたりして制約を高めていく制約力、まあ、この2つの力が必要になるっていうことになります。 はい、なので、まず前段階として集客力よりも制約力が売り上げには直結するということはイメージ分かってもらえていると思うんですよ。ここはまず押ささえてくださいねで私は、えー、ともちろん集客も教えてます、私はコンサルタントなのででも、実は隠れメニューというか別に隠しているわけじゃないんですが私はもともと営業部長だったんですよね、企業で2社ほどやってますけど。 営業部長っていうのは当然営業成績がプレイングマネージャーでしたから営業成績もいいということでまあ表彰されたりしたこともあるんですけれどもあの要は制約のスキルを持っているということですで制約のスキルの一番大事なポイントっていう傾聴力ですね聞く耳を持ってるかっていうことです営業ができる人って喋るのが上手い人って勝手に勘違いしているかもしれないんですけど逆で 耳がいい要はきちんとその人の本質的な話を聞いてピンポイントで欲しいものを目の前に差し出すことができる能力なんですよねここポイントなんですよ欲しいものを目の前に差し出す能力なんですよ何が欲しいかが分かってでこれがうまくない人って相手がじゃあ A が欲しいって言ってるのに、自分が B を売りたいもんだから、B どうですか、B どうですかって必死に言うんですよ。A 欲しいって言ってるじゃないですかっていうところを聞き損ねると、当然ミスマッチが起きて制約にはならないですよね。これをあの A が欲しいって言ってた場合には、B はしか自分持ってないけど、A に似たような、 補填ができるようなサービスがちょっと見え方が変わればそういう風になるかなっていう側面を伝えてあげるっていうこともできなくはないんですよ。だから全て芸長力っていうところにはなるんですけれどもね。なのであのこのスキルっていうのは単なる集客のスキルと別物のスキルなんで私クランドさんに「あのいよいよねあの来週面談です」とか。まあ、高額商品の 制約スキルの領域が私は一番得意なんですけどなぜならば私が営業職で高額商品をたくさん売ってたからです高額商品を売るスキルと低額商品のスキルってこれまた違うので皆さんが知りたいのは高額商品を販売するスキルだと思うんですよねで、その時にじゃあどういうふうにお話を持っていてどういうシナリオとストーリーを組んで押し売りではなくどういう順番で説明をすると 相手の方の感情が動いて本人から欲しいって言ってもらえるかっていうこの組み立てを教えているこれはネット上にはあの、まあ、載ってるかもしれないけど加加工工がが難しいです加工が自分に置き換えて加工するのが私はその方のビジネスの状況が分かっていてその方の性格も分かっていてどういう受け答えをすればいいかをアドバイスをすることができますなので制約率がめちゃめちゃ上がっていくんですよね 極端なインパクトだと今まで20件やってもゼ0人しか決まらなかった人が3人やって3件決まるなんてことはざらにあるしそういうことをやったことがない人がいきなり10人、20人って決めていくっていうこともコツがつかめてしまうと全部同じことの繰り返しなので経常力に根ざしたところの制約力なんですけれどもそれぐらいあのインパクトがあることです。だから 私はあの制約力に直結する、まあ、本ですねそちらの本もあの書いていたりはするんですけれどもやはり面白いことに皆さん集客に興味があるからあの制約の本の本方が不人気なんですよねあの私2冊に行ったような、ね、本持ってるんですけども1つ目は、えーっとまあ、タイトル的にも、ね、そうなんでしょうけど「趣味から卒業しっかり稼げる自宅教室の開業集客バイブル」。 っていうもののこっちの方が売れたんですよねででも皆さんが制約率が悪いと集客しても結局利益にならないから制約の話書きたいなと思って黒字へ飛躍もっと稼げる自宅教室の集客制約バイブルっていう2段目出したんですよところがやっぱりこっちの方が売上が悪いんですよね皆さんが要は制約ってことをそれほど重視してないから。ところがですね あの売上を簡単に上げるんだったら制約力を上げた方が集客頑張るよりよほど簡単に売上げって上がっていって私はもともとそれを持っていた状態で集客力を上げたので、えー、割と売上の上がり方が早かったか影響職でラッキーだったんですよ私の場合はね。普通のののの方方は職をを経験してていいないのででそのプロセスを教室の先生あっっも知った方が かえって集客が楽になる要は1人で1人決めていけばいいわけですから特に高額商品だったらなので高額商品売ってる方は特に製薬のスキルは必須項目になってきますなかなかそれを教えているところっていうのが少ないんですけれどもねはい私は両方教えることができますでしかもどちらかっていうと製薬の方が大事と思っているタイプです、はい、でじゃあ実際に どういうふうにやっていくのかということをお話しするんですけれどもまず集客の段階でも制約に直結する集客をしないといけないんですよ。どういうことかというと前半でちょっとお伝えしましたけれども制約しやすい層を集めておかなくちゃいけないんです。ということは誰でも彼でも来ていいという告知の仕方 SNS の発信の仕方認知を増やすんだって理解してやっているときには OK です。 だけれども、いよいよ決めたい、もっと自分に近い人を来てねっていう,ふうに言ときには、セグメント人間をある程度絞った形で想定して訴えかけていった方が当たり前ですけど、制約率は高くなります。だって相性のいい人だけを集めていることになっているじゃないですかだからあの私自身もあのその時々のステージに合わせて集める人を変えていってます。開業当初は あの私自身もあの経験値を積まなくてはいけなかったので、えー、似たような状況の,、まあ、あの開業とかっていう最初の方を中心に集めていましただけれども自分のスキルも上がってきて、えー、開業当初の方よりもやり直しの方は、まあ、リブランディングっていうんですけれどもそういうタイプの方を集めていく方がどちらかっていうと自分としても楽しいし成果が出しやすい。 あと、高額商品を売りたい方っていうのは制約のスキルが必要になるので営業のスキルもそのまま使えるので私としても楽しかったから例えば開業3年から7年とか10年ぐらいでこれからもっと伸ばしていきたいそれこそ年商1000万とか目指したいっていう方っていうふうに私が発信するとそういう方に近い方が集まってくることになっているんですよね。ですからあのー どの人を集めたいかに合わせていくとそういうタイプの人が集まってくるので当然その人たちにとってその内容が一緒だったら全然いいわけですよねだからここは結構ポイントであの集客の段階で絞った方がが約率は上がりますでもあまりにも人数がいなさすぎるようなね怖すぎるところまで絞り込んじゃうと人がそもそも集まらないから。 適度に人数がいるようなところでの絞り込みっていうのはどうしても必要になってきます。これはだから集客の部分での制約を上げる上げ方です。で、二つ目が制約の段においての制約率を上げていくためにはどうしたらいいかっていう話なんですけど、こちらについては体験会とか個別面談とかその出会うことができるシーンがあるときに。 お話をしていくんですが皆さんがよくやりがちなのが自分の商品、サービスを必死に説明するんですよね。それはその方が何を望んでその商品を欲しがっているかを聞いた上で言うのが正解ですだから、その人が欲しがっている側面のものが提供できない場合私、法人営業だった時もそうだったんですけど当社の商品ではご希望にかなうような内容ができない本当にできない場合ですよ。 できませんっていうことであの他社を紹介したこともありましたけどね、はい、その方に合いそうなサービスを提供している会社があるからでその方がまあそれで感謝されてその人の知り合いの人で当社の商品に合うものっていうのを紹介してもらった経験はあるんですけれどもそれぐらい相手のことを先に理解して自分の商品を合わせていくこういうふうにしたら使えますよっていうことを言ってあげると欲しいと思えばくださいって言われるから。 こここにはは無理やり売り売込みっていうことはないうとなんですよね。だからあの、営業職でゴリゴリ押していくっていうのはあの全く本,本来は違う形で押したって売れるもんじゃないんですよ、相手が欲しがるものを見せるだけっていうこれが制約の極意になりますのでこれはなかなか経験値がないとできない、訓練しないとできないです、特に教室の先生とかは。 なのであのそこのところが分かるようになってくると売り上げ、まあ、制約ができるようになりますから売上が上ががります、まあ、単純な話、ですね、まあ、さっき言った最初に言ったように100万円の商品を決めるスキルと1000円の商品を決めるスキルって違うのは分かりますよね。 わかかるからその金額とやりたい金額に合わせた制約のスキルと制約のための集客のスキルっていうのは磨かないと売上が上がりにくいし逆にそこを磨くとあの直結して簡単に売り上げが上がります。今まででザルにななってた部分を止めるだけなんで そうすると今まですごく見過ごしてて決まらなかった人が面白いようにパカパカ決まるようになるので、結果として集客量が一緒でも制約率が5倍とか10倍になれば簡単に売上も10倍になっていくっていうそういうロジックです。はい。なので結構大事なお話でした。では本日のまとめをしたいと思います。え、売上アップ、教室売上のアップの早道は集客力よりも制約力。 そのポイントの1つ目は集客の段階で制約しやすいタイプの人を集めること2つ目は制約をしていく段においては傾聴力が必要で売り込むのではなく相手が欲しいものを見せるだけこれが制約のコツとポイントになりますのでぜひ頑張ってみてください。それでは。